こんにちは、あきこさん、コメントありがとうございます。初めましてということでね、初めてコメント書いてくださったみたいですね。初めてコメント書いてくださった方にはこうやってね、返信動画をなるべく撮るようにしてるんですよちょっとね、撮りきれてないんですけども、体のエイダーを検索して私の動画に行き着いたってことだと思います。私はね、体のエイダー、2015年のプレセールで購入して今でも保有してるんでね、それから情報がすごく少なかった時から情報発信してましたんで、結構お役に立てることはあるのかなと思います。でね、真面目そうな動画に信頼感を抱いてって書いてくださってね、恐縮でございます。チャンネル登録ありがとうございます。まあ真面目にね、やろうとはしてるんですけども、なんか真面目にやってもね結構ね、ドツボにはまる時もありますんで、そこはね、ご容赦いただければと思います。私も年齢48歳になってね、今更ふざけてやってる場合ではないんで、なるべく真面目にやろうとはしてるんですけども、まあ多少ね、ユーモアを盛り込んでやっていこうかなと思っております。今回ね、大江千里さんの安すぎ日本っていうね、ダイヤモンドオンラインでしたっけ、なんかプレジデントかの記事をお互い見たってことだったんですけども、Facebook で見られたんですよね。私もね、 Facebook で大江千里さんの記事がシェアされてるのを見て、改めてね、読んでみて、それで私も動画でこうやってね、公開するようにしたんですけども、なんかね、やっぱ嬉しいですね同じ記事を見た人とこうやって関われるっていうのは、でヤフコメにもあったんですけどもって書いてますけども、これもね、私見てるんですよ気が合いますね。で、この低賃金問題は一番の危機だと感じています。私もね、本当にこれ昔からね、平成の時代からちょっと安くなりすぎじゃないかと思ってるんですよ。だって寿司が100円で食えるとか言って、どんな世界だよと思いましたよね。要するに寿司職人の時給がものすごく安くなってるってことなんですよ。働く人の給料が下がりまくって、売価が安くなってるってことなんで、逆にもっともっとね、飲食にしても、物にしても、もっとね、日本人としては付加価値を高めた商品をどんどん出していくべきだと思うんですよね。例えばルイ・ヴィトンとかコーチとかブランドものありますけども、メイドインジャパンのブランドものがあってもいいのに、なんかね、ユニクロみたいになっちゃってるわけですよ。まあユニクロは今ね、安かろう悪かろうやってませんけども、出始めの頃、私たちがね、高校生の頃ってのは、ユニクロってのは500円でシャツが買えるとか言ってね、ちゃんとあれですよ、ボタンがほつれていたりね、すぐに破れたりとかしたもんですけども、今はしっかりしてますもんね。価格も結構しっかりしてますからね。で、正社員で手取り14万なんて絶望しかないんですけども、やっぱりそこを選んでしまうってところなんでしょうね、きっと。選ばざるを得ない状況もあるんでしょうけども、例えば手取り14万の給料で人を募集してる会社に誰も働きに行かなかったら、やっぱその会社が潰れちゃうんで、やっぱりね、時給月給ですか、15万とか20万とかに上げていくと思うんですよ。だからやっぱり安い給料で働いちゃう人がいる限りは、安い給料の募集ってのはなくならないんで、これはね、卵が先か鶏が先かって問題になりますけども、勇気を持って働きに行かないみたいな選択もあるのかなっていうところで、引きこもり問題とかがあるんですけども、もうみんなでね、引きこもっちゃえばいいんじゃないかなと思うんですよ、私は本当に。で、働き手がこれからどん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 減る中で、企業も利益を出すためにね、従業員の給料をへつるんじゃなくって、もっと経営努力で高付加価値のものを販売する営業努力をして、で、従業員さんにはやっぱり20万とか25万とかね、30万とかっていう給料をきちんと渡せるようにしていくっていうふうにやっていくんじゃないかなと思うんですよ。もしくはもう人を完全に雇わなくても大丈夫な体制を作っていくってことですよね。まあそうなると、少人数の特定企業がものすごく高い利益を生むようになると思いますんで、その分はね、しっかりと課税していただいて、そして働き口がない方にはもう手厚い生活保護、それでベーシックインカムでいいんじゃないかなと。毎月30万とか37万と、私はね、37万だと思ってますけども、一人当たり37万払っても、こうね、なんですかね、平均年収430万には至らないわけですよ。ってことは、37万ぐらい気前よくね、もうベーシックインカムね、ボンボンもう出してしまってもいいんじゃないかなと。そして、働かずに住む人が、これからね、自分の趣味とか、創作活動とか、思い通りの暮らしを送ることによって、消費がどんどん盛んになって、結局世の中うまく回るような気がするんですけども、まあ、こんな乱暴な理屈は誰もね、聞いちゃいないと思いますけどね。で、まあ、やる気が起きないっていうのはありますよね。手取り14万だって言ったら、夏休みの高校生のアルバイトはそのぐらいですからね。さすがにね、もう、正社員になる必要ないだろうみたいな金額になっちゃってるんですよ。これじゃいけないなと思いますんで、やっぱり私はね、自分のビジネスを持つことをこれからも進めていこうかなと思いますし、そういうふうなお話をね、動画の中でさせていただこうかと思います。でも真剣に日本人の中にある思考を見つめ直す良い機会とも思ってますってことですけども、それは確かにそうですよね。製品思想みたいなのがありますけども、私たちはね、やっぱりね、貧乏でも
気高く生きてきた時代はあったはずなんですよ。私は経験してませんけどもね、うん、だから貧乏っていうのはこの即貧しさにはつながらないと思うんですよね。やっぱお金ないけども工夫してやりくりして、あのズボンが破れたらねアプリケ貼ったりとか継ぎはぎしたりとかっていうのも全然できたはずなんですけども、今はどちらかというとそれがかっこ悪いとかねダサいとかねお互いに牽制し合ってるんじゃないかなと思うんですよね、うん、まあこの辺はね、それぞれたくさんの人の価値観があるはずなのになんか知んないけど確率的になっちゃってるんですよね。そこが私たちの敵なんじゃないかなと思うんですよ。こうでなければならないみたいなのがやっぱり同調圧力でね迫ってくると、多様性のある世の中って言っても本当に多様性を表現するとちょっと叩かれたりとかねするみたいなことがありますしね、うん、なかなかね難しいですよねその辺はね。でもあともう一個ね、自由にやれって言われても自由を使いこなせる人がいないってのも問題なんですよ。結局自由にやっていいですよとか自由な発想どうぞって言っても検索して誰かのアイデアを上なぞりするだけなんでね、私たちもね。だからなんか林修先生も言ってましたけども、インターネットで検索すると頭はスカスカのカスカスになるってね、まさにその通りだなと思うんで、検索する前に自分の脳を使って自分なりの自分だけの答えを導き出せないかなっていう風な、そういう風な時間も私たちはね必要なんじゃないかなと。昔の人はそれをやってましたからね、身の回りのことで何とかやっていくってことをやってましたからね、うん、だから調べればすぐに答えが出てくるっていうのは実はものすごくダメージが多いような気がして、その試行錯誤するっていうところがなくなっちゃったんですよね、うん、本当これないですよ、うん、だから自分で考えるっていうのをとか自分の創作をするっていうのがほとんどなくなっちゃって、結局創作のインスピレーションを受けるために誰かの作品を見なくてはできないってことになっちゃったりね。本来自分の内側に耳を澄ませばいろいろとね湧き出てくるものがあるはず、それがクリエイティブってことなのに、なぜか人の真似をすることがクリエイティブっていうようなね、そんな価値観になってしまいがちということでね、うん、まあ全部が全部ね変な話じゃないんですけども、なんか人の動画の切り抜きとか切り張りとかっていうのも一つのね創作物として認めないといけない時代は来ますけども、まあでも本当にねまだこの世の中に打ち出していない、うん、まだ発揮できていない自分の内側ってものを本当に表現できるとそれが高い付加価値を生むのかなと思っちゃうんですけどね、うん、どこにもないものっていうのはね、うん、やっぱり希少価値を生むんじゃないかなと思いますけども、うん、結局これはどこにでもないでしょうって言っても消費者が検索してここにありますよって言っちゃうとね、本当に過当競争ってすぐ始まっちゃうと、うん、その正体がまあ日本人のこのデフレの正体なんじゃないかなと思ったりして、大江千里さんのね、2200円ラーメンについての感想の感想にさせていただきました。それではまたコメントください。いってらっしゃい。